令和元年台風第8号は2019年8月に発生し九州に上陸した後に韓国南部に再上陸した台風である。進路図2019年8月1日午前に南鳥島近海で形成が始まった低圧部が同日15時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは1日22時30分に 熱帯低気圧形成警報を発表し、2日6時に熱帯低気圧番号 09W を不安した。09W は南鳥島近海で2日9時に台風8号となり、アジア名フランシスコと命名された。命名国はアメリカで男性の名前に由来する。台風は少しずつ勢力を強めながら日本の南を精神し、4日昼頃には 小笠原諸島に接近した。台風はさらに精神し、5日未明から21時頃にかけてさらに発達、5日15時には強い勢力となった。その後、台風は6日5時頃に強い勢力で宮崎県宮崎市付近に上陸後、熊本県熊本市や福岡県大牟田市付近など、九州を北西に進んだ。同日昼過ぎには、 津島海峡に抜け、7日0時頃に、韓国南部に上陸した。台風は7日9時に、朝鮮半島で熱帯低気圧に変わり、同日15時には温帯低気圧に変わった。福岡県北九州市は、台風の接近と満潮の時刻が重なることで、高潮が起きる恐れがあるとして、約2万人に避難勧告を出した。宮崎空港では、 最大瞬間風速秒速39.6メートルを記録した。西日本には台風周辺の暖かく湿った空気が入り、大気の状態が非常に不安定となった。このため、宮崎県の岡市や大分県佐伯市等では、1時間におよそ110から120ミリメートルの猛烈な雨となり、5日から7日24時までの走行水量は、 徳島県長町の北東で467ミ、mm、リメートルとなったほか、九州や四国の太平洋側で300ミリメートル前後の大雨が降った。延岡市では午前9時2分までの1時間雨量が95.5ミ、mm、リメートルに達し、同市の観測史上最大の記録となった。大分県九重町では大雨の影響で一人が死亡した。さらに、JR 九州によると在来線で、 遅れや運休が発生した。空の便は福岡空港と結ぶ羽田空港の発着便を中心に日本航空で国内線65便、全日空で国内線73便が欠航しておよそ13,600人に影響が出た。また海の便は福岡と韓国の富山を結ぶ高速船や山口県周南市と大分県国崎市間を結ぶ フェリーなどが欠航となった。九州電力によると、宮崎県などでおよそ2万5000戸が停電となった。この台風により、一人の死者と5人の負傷者が出たほか、全海一頭、一部破損10頭、床上浸水7棟、床下浸水8棟の重火被害が確認されている。ありがとうございます。